海から上がるヴィーナスは、イタリア、世紀ルネサンスの巨匠ティツェアノ・ベチェッリオが1520年頃に描いた絵画である。ギリシア神話の愛と美の女神、アプロディテの誕生を主題としている。保存状態は顔や髪の毛の部分に若干のダメージがあるのを除けば極めて良好である。現在はエディンバラのスコットランド国立美術館に所蔵されている。 ヘシオドスの浸透記によると、クロノスは父である天空神、ウラノスを巨勢して、男性器を海に投げた。するとそこに白い泡が生じて、美の女神アプロディテが誕生した。アプロディテはまず最初に、ギリシアのペロポネソス半島の南に浮かぶキュテラ島、続いて、キプロス島に渡った。紀元前4世紀頃、古代ギリシアの画家、アペレスは、美女、フリュネが、 海で泳ぐ姿を見て、海から上がるアプロディテを描いた。この絵画は賞賛され、ローマ人はアペレスの絵画をローマに運んだと伝えられている。アントニオ・ロンバルドの1510年から1515 15年頃頃の作品、海から上がるヴィーナス。大理石星。ティツィアーノは海の中から現れ、濡れて重くなった金色の髪をそっと絞るヴィーナスを描いている。 生まれたばかりのヴィーナスは、女性的な曲線の体のラインと白とバラ色の肌をあらわにしているが、コントラポストのポーズで体を前に傾けながら立ち、顔を画面の右側に背ける姿は干渉者の視線を避けるかのようである。構図の中心を占めるのはヴィーナスであり、背景は上下を2分する海と、空以外のものはほとんど描かれておらず、 海面を漂っている貝殻によってかろうじて、ヴィーナスだとわかる。女神の表情は落ち着いており、青みがかった色調の背景と調和している。空の青は柔らかなパステル調であり、かすかに描かれたピンク色の地平線で海と分けられている。古代ギリシアの彫刻、海から上がるヴィーナスのコピー。バチカン美術館所蔵。ティツヤーノは、 アッペレスの作品に関する大プリニュースの解説に強く影響されて本作品を描いているがその際に古代ギリシアの彫刻のローマンコピーを参考にしている。また別のイメージ源としてロンドンのビクトリアアルバート博物館に所蔵されているベネツィア出身の彫刻家アントニオ・ロンバルドが晩年のフェラーラ時代に制作したレリーフ彫刻が挙げられる。 ケネディノースが行った絵画の X 線撮影によると、キツアーノはもともと、ビーナスの頭を左側に向けた形で描いていたが、後から右に背ける形に改めたことが判明しており、ちょうど、ロンバルトの作品との類似が見られる。一部の美術シアによると本作品は、キツアーノのパトロンの一人であったフェラーラコ・アルフォンソ一世、デステの委託によって制作された。 キツヤーノは1517年にアルフォンソ一世デステに宛てた手紙の中で水欲なる作品について言及しており、これが本作品を指しているのではないかというのである。ただし反論もあり、美術史家ハロルド・エドウィン・ウェゼーは用心場この時すでに本作品の構想が出来上がっていたとしても完成していたとは思われないので別の作品ではないかと主張している。 本作品の17世紀以前の来歴は不明である。1662年頃の所有者として知られているのはスウェーデン王クリスティーナであり、当時のローマのパラッツオリアリオにおけるクリスティーナのインベントリに本作品が記載されている。1689年のクリスティーナの死後、彼女のコレクションは複数の所有者を経て1721年にオルレアンコレクションに加わった後、 1798年に、ロンドンで、ポエジア連作の傑作、ディアナとアクタイオン、ディアナとカリストと共に、第3代ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートンに売却された。フランシス・エジャートンは子供がなかったため、彼の死後、公爵位は廃絶し、コレクションは遺産の一部として、老いの初代サザーランド公爵。 ジョージ・グランビル・ルーソン後は、続いてその次男である初代エレズミーア伯爵、フランシス・エジャートンが相続し、以後彼の家系が所有した。その後、1945年に遺産を相続した第5代エレズミーア伯爵、ジョン・エジャートンは、26の絵画と共に本作品をスコットランド国立美術館に貸し出した。スコットランド国立美術館は、 ジョン・エジャートンが死去した3年後の2003年、ナショナルアートコレクションファンドの助けを借りて、第7代、サザーランド公爵フランシス・ロナルド・エジャートンから絵画を1160万ポンドで購入した。ありがとうございます。